国府駅、高駅は愛知県豊川市、久保町用前寺35にある名古屋鉄道の駅である。駅番号は NH04。NH 豊川市西部の主要駅であり、名古屋本線と豊川線との乗り換え駅でもある。快速特急以外が停車する特急停車駅。豊川市の中心駅である JR 豊川駅、名鉄豊川稲荷駅より、 列車本数が多く利用者も豊川駅、豊川稲荷駅より多い。名古屋方面から到着する終電も豊橋駅より1時間ほど遅く、道路事情も良いため、遠方からパークライドによる利用者も多い。駅に隣接する形で、名鉄京商の駐車場が併設されているほか、駅周辺には有料駐車場が数多くある。年始には、 豊川稲荷への初詣客で賑わう。その際、当駅では臨時でホームに係員を配置し、乗客を誘導するなどに努めている。さらに、豊川線の路線管理、交換駅、信号上での信号操作や、本線との連絡などもほとんどが当駅で担当しているため、通常二人で担当している、運転室、路線管理や放送等を行う場所も、 豊川線専用の係員を設け、対応している。当駅で購入は不可能だが、豊橋駅、金山駅、名鉄名古屋駅で発売、名古屋特割に平日、2枚組1740円、名古屋特別2度休日、2枚組1540円、利用化。なお名鉄名古屋駅までの大人1人の運賃は980円で、あり、名古屋特割に平日1枚あたり110円。 名古屋特割2度休日1枚あたり210円差がある。島式3面6線のホームを持つ地上駅で京上駅舎を有している。東側に留置線が2本あり、夜間停泊などに使用されている。名古屋本線の列車は退避可能な構造となっている。当駅は長い直線区間約 8km、私鉄では 地上の直線区間としては日本一の長さの途中に位置し、またポイントの直線側が速度制限なしのため通過する快速特急の速度はほぼ時速 120km であるとが多い。豊川専用の5.6番線は6両町である。ため、当駅で増結して8両になった場合は52両がドアカットとなる。自動券売機、改札機が設置されているが、 自動生産機はない。自動券売機と出札窓口はそれぞれ一つずつしかなく、切ップを買うために客が並んでいる姿もしばしば見受けられる。発車案内表示機は改札を入ったすぐのところと各ホームにある。改札の近くの発車案内表示機はかつてはパタパタ式、ソラリー式が使用されていたが、2008年2月下旬にバリアフリー加工時と同時に、 LED 式のものに取り替えられた。方面別に3台あり、先発列車と次発列車の乗り場、種別、行き先、時刻、両数を表示する。ソラリー式だった時には、尾行の欄が設置されていなかったため、特別停車がある列車の場合、行き先欄に行き先の横に括弧書きでその旨が記されていた。また、豊川稲荷方面は、先発列車の一段のみで、 両数については、発車番線と取り違えられることが多いため、シールで隠されていた。ホームにある発車案内表示器は3段の LED 式である画像参照。これも2008年2月下旬にバリアフリー化に伴って設置されたもので、方面別の先発列車の乗り場、種別、時刻などを表示する。また、停車駅や列車の接近状況なども表示している。さらに、 これは乗り換え案内とそのホームの発車案内を兼ねているため、同じ時刻でも各ホームごとに表示されている内容は、それぞれ異なっている。西口及び改札横には店舗スペースがあり、西口にはかつて、サンコス、名鉄産業経営の売店や旅行代理店のトラベル倒壊、居酒屋が存在したが、売店と旅行代理店は撤退。居酒屋は、 喫茶店に業態変更し、売店と旅行代理店があったスペースに2015年12月16日、デイリー山崎名鉄国府駅店がオープンした。西口にはこの他に名鉄協商の駐車場がある。また、改札横では喫茶店が一軒営業していたが閉店し、バリアフリー加工事関連の詰め所として使用されていた。トイレは改札内と西口にある。 1600系の連結運転の主運転時に、国府駅の渡り線で、ホロの不具合が発生したため、豊川稲荷方面への特急運転時にフォロは、使用されていなかった。一番線は、名古屋本線下り副本線として機能しており、主に列車対比用に使用されるが、2008年12月26日まで、列車対比を行わないにもかかわらず、一番線に、 入線する列車があった。8時10分発急行岐阜行き、911列車も、その一つである、平日。理由は、その直前に、5番線から発車する8時8分発、特急シグ沼行き、283列車があったからで、ある。通常、列車が駅構内に侵入する際は、万が一停車できなかったことを想定して、 必要な仮想余裕距離を確保したり安全側線を設置する必要がある。しかし、当駅のように構内の長さに余裕がない駅で出発信号機の先の分岐機上に列車が存在する場合、二百八十三列車が該当、そのルートが確保できない。その際は構内に侵入しようとする列車、九百十一列車が該当を慎重に侵入させるため、二番線へ侵入する場合、 場内信号機に警戒信号を現時させる必要がある。しかし、そうすると一つ手前の閉塞信号機には注意信号を現時させる必要がある。当該信号機は三等式で減速信号現時ができない。加えて閉塞が長いため、駅のかなり手前から列車速度を抑制させることになってしまう。そこで当駅では1番線に進入する際のポイントの制限速度が 時速 25km と駅構内への進入速度が警戒信号と同じのため場内信号機は注意信号現時でよく、さらに一つ手前の閉塞信号機は進行信号を現時できることを利用して一番線に進入させる。結果として駅進入時の時間短縮を図ることができるのである。ただし駅を出発するときも速度制限を受けることが欠点ではあるが、 どの道先行列車、例の場合では283列車がおり、また当駅付近は全般に閉塞も長いため先の閉塞信号機は注意信号を現時しているとが多く、加速はできないため、後続列車、911列車に、さほど影響はない。2005年以前のダイヤでは、豊川稲荷発本線直通急行の発車と稲発、東岡崎行き普通、 当駅での退避なしの到着が近接していたため、普通を一番線に入れるパターンが、毎時2回見られた。その他に一部の列車が遅れるなどによっても、特別に一番線を使うこともある。このような副本線の使用法は、他の駅ではあまり見られない。なお、現行ダイヤでも、蒸気とは異なるケースだが、深夜の国府泊まりの特急が三番線に到着し、 4番線に先着している稲息急行に接続した。あとそのまま本線上で夜間退泊となるため、副本線である4番線に、後発の稲息特急、平日2本と休日1本を侵入させるという使い方がなされている。2007年9月より、校内のバリアフリー化工事が始まった。3つのホームから改札内のコンコースにエレベーターを設けるほか、 滝のトイレの設置、ホームの傘上げ、ホームの拡幅、5.6番線の北側のみ、階段移設のため、電光案内板の改善などが行われた。ホームの拡幅は約30センチメートルであるが、そのためには奥の留置線も含めて線路の付け替えが必要なため、やや大掛かりな工事になった。なお、西口、東口から改札口までのバリアフリー化は、 豊川市が2008年度から着手することとされた。当駅のバリアフリー化は、乗降客の悲願で、長年住民らが、市や名鉄と協議を行ってきた。2008年3月、上記のバリアフリー施設は、西口、東口から改札口までのエレベーター以外すべての施設で共用が開始された。また、多目的トイレについては、従来のトイレをそのまま残し、 多目的トイレのみを新設する形となった。ただし、この時点では1.2番線ホームの豊橋より、約3両分だけは、かさ上げされていなかった。2008年9月、西口、東口から改札口までのバリアフリー化工事も、開始され、期間中は、駅周辺道路で一部交通規制が行われた。それと同時に、前述の1.2番線ホームに残った、 西港部分もかさ上げ港が施され、2009年3月に完成した。エレベーター完備に伴い、地平の車椅子用通路と踏切が廃止された。特急停車駅だが、朝、平日は名古屋方面のみ、土休日は、新湯沼駅と豊橋駅が、それぞれ一本停車すると深夜、豊橋駅一本のみ、は一部の快速特急も特別停車する。 快速特急は豊川稲荷発のみ、元宿、美郷にも特別停車する。また、東、岡崎、名古屋方面からの東駅泊まりの特急、急行、普通が数本あるほか、早朝に東駅始発の急行豊橋行きが1本、設定されている。東岡崎方面は東駅から豊川線急行などが加わり、列車の本数が増える。 2005年1月まで運転された正月ダイヤの臨時特急は、校内配線の都合上、当駅に営業停車していた。この特急は新安城駅は通過していたため、時刻表や発着表の備行欄に、国府停車と表示されていた、当時の特急停車駅に、国府駅や新安城駅は含まれていなかった。さらに、諏訪町駅が特急停車駅になる前は、国府。 諏訪町停車となっていた。さらに、昔は、正月ダイヤ中は、豊橋発着の高速、急行が当駅発着となっていた。なお、準急は、平日朝の稲な駅一本を除き、当駅、または、豊川線豊川稲荷駅が発着である。豊橋方面発の列車はない。富士川と男川が、準急停車駅になる2008年12月より前は、 豊橋方面発の準急もあった。現在は、基本的に、東岡崎伊は、急行に種別変更する。人身事故などにより、列車が遅れる場合、豊橋駅に進入すると、折り返しの下り列車や JR 飯田線の列車が遅延することから、特急列車などで当駅折り返しで、ダイヤ回復をさせることがある。その際、通常は通過する。 快速特急を臨時停車させ、利便性を向上させる処置が取られることも多々ある。バス停は西口にある。下記の路線のほか、ロータリーを有する特急停車駅ということで、名電赤坂駅方面にある企業、東海理科音ト工場への通勤者を運ぶバスも運行している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。